お兄さん、あなた見ない顔ね。新入りなの？ええ、派遣できた難波って言います。あら、そう。お医者さんなの。偉いわね。お医者さん？いや、介護の助手だよ。派遣できたんだよ。まあ、弁護士さん？おい。頑張ったのね。頑張ったよ。ところで、おばあちゃん。この施設に向田さんって人が入居してるはずなんだけど、わかるかい？あの一人娘のいるおじいさんなんだが。そういえば朝ごはんはまだかしらね。おばあちゃん。とっくに昼過ぎてるぜ。ここで結構よ。どうもね、おまわりさん。おいおい、全部出てくんだ、なんかいろんなのが。そっちは何かわかったか？いや、今のとこ菜の葉の親父らしき人間は見当たらねえ。手がかりなしか。それにしてもちっとも悪徳施設には見えねえんだよな。介護士の数だって足りてるし、医療機器だって最新のもんだ。警備の方もだ。セキュリティから巡回までしっかり金をかけてるぜ。こら新人、何度言ったらわかるんだい。一番か。便器に自分の顔が映るまで磨き込むんだよ。清掃。ほら次に行くよ。ちんたらしてたら終わんないよ。清掃ね。いいじゃないか。なんで俺だけ便所掃除なんだよ。仕方ねえだろ。お前に勤まる外注業者が他になかったんだ。俺3人とも一緒でよかったんじゃない。親父さんは見つかったのか？いや、どこにもいねえ。春日の方は？朝から便器しか見てねえよ。あのおばちゃんが厳しくてサボることもできねえ。もしかしたら親父さんはマジでエクセレントルームに入居してんのかもな。例のバカ高いビップルームか。エクセレントはありえねえよ。聞いたとこによると、あそこに入るには厳しい審査があるって話だ。審査？契約希望者は何度も施設側と面接を重ねるんだとよ。面接？詳しくは知らねえが、家柄や社会的地位を審査するんだろう。え？入居してんのは財界の大物や引退した資産家とかだって噂だ。じゃあ菜の葉さん入れないじゃん。金があったところで菜の葉じゃ審査は通らねえだろうな。うんうんうん。お前らエクセレントルームは確認してねえのか？確認したくてもできねえんだよ。エクセレントの入居者は完全にプライバシーが守られていて、介護から警備まで全て正社員が担当してるんだ。なるほど。エクセレントルームはどこにあるんだ？最上階だ。最上階？だけど社員が持ってるカードキーがなきゃ入れねえ。確かめようがねえよ。こら信じ。あらら。油売ってないで、とっとと行くよ。イエッサ。はい、今行きます。社員から盗まないとな、カードを。お疲れさん。トイレ掃除だけで丸一日かかるなんて驚いただろう。すげえ数のトイレっすね。そりゃこれだけの大きな施設だからね。ま、一番上行くか。明日からはもう少しペースアップしておくれよ。下か。残念。最上階は7階ね。まだ最上階が残ってるみたいですけど。ああ、7階はエクセレントルームって言ってね、私ら外注業者は立ち入り禁止なのさ。おばあちゃん、ピンクのおばあちゃん。ピンクじゃねえや。紫おばあちゃん。リップかこの人。来た、7階。あ、俺さっきの便所に忘れ物しちゃいました。取りに行っていいですか？何やってんだい、おっちょこちょいだね。そそ、言っといてください。おばちゃん、先に降りててください。俺後から追いかけますんで。仕方ないね、さっさとするんだよ。ごめんなおばちゃん、今日で私クビかも。こっちから開けたとして入れる？閉まってんじゃないやっぱり。ん？てか避難経路。階段じゃねえんだ。あ、もう入ったんだね。7階に。入れたんだ。鍵開いてんだね、意外と。
た。さっきの紫おばあちゃんだ。大丈夫このおばあちゃん。意識ある？なんか眠らされてない？大丈夫か？何？何これ？そんな怯える？怖がらなくても大丈夫だよ、おばあちゃん。何？拷問とかされてんの？もう嫌そうじゃん。おい、そんな怯えるって。手術？何やらされてんだ？それじゃ。おやすみなさい。先生かな。うわ、悪そうな顔してる。姫だ。なんだ。本当になんか手術とか拷問とかされてんじゃない？戻ってきた。ただいま。おう。おう、春日、遅かったじゃねえか。便所掃除は板についたか？ああ。あれ、ナンバーは？まだ仕事だろ？あいつも真面目にやってるみたいだな。とはいえ、情報なり証拠なり、早いとこ見つけなくちゃな。そうだな。でも俺、さっきエクセレントルームで変なもの見ちまってよ。ん？お前エクセレントルームへ行ったのか？で、変なものって？ただいま。ああ、もう死ぬそうなぐらい疲れたぜ。みんなきっちり仕事してるからね。なんだかんだ言って。お疲れさん。今日、春日が変なもの見たって話を。待った。ステップ。どうでもいいけど、話は明日にしようぜ。なんで？今日は疲れたし、おまけに明日は早朝から出ろって言われてんだ。大変だね。さっきばあさんが一人亡くなって、それでバタバタするからいろいろ手伝えとさ。うわ、これ、さっきのエクセレントルームばあちゃんじゃない？なんだって？なんだと？どうした？そのばあさんは、紫色の髪の？そうだ。なんで知ってんだ？殺したの？えぐ。まさか。でもきっとそうだ。そのばあさん、殺されたんだ。エクセレントルームで。え？エクセレントルームで殺し？見たわけじゃねえが、そうとしか思えねえ。2000万払って殺されんのか。なんで入居者を殺す必要があんだよ。客が死んだら、施設の身入りは減るだろ？わ、でも、完全に秘匿されてる施設だから、まだ生きてますってことにして、収入得ることはできるんじゃない？いや、そうとも言えないぞ。旧受給ビジネスってのがあるんだ。ん？旧受給ビジネス？言いにくい。不旧受給ビジネス。年寄りが亡くなっても死亡届を出さないで、戸籍上は生きてるように逸話装うのさ。死体はどこかに隠して、死人の口座に振り込まれ続ける。年金やら医療保険やらをもらい続ける手口だ。なるほどね。年金とかか。施設がその金をかすめ取るってのか？そんなことできんのか？2000万も払わせといてそんなこすいことやってんの？おい。これを見てみろ。俺が調べたんだ。なんだ？警備員か？警備室の奥にある金庫だ。この中には入居者の通帳とハンコを預けているらしい。預けられてるらしいか。入居者からしても自分で持っていてなくすより、施設に預けた方が安心なんだろう。通帳とハンコがあれば、施設が受給金を手に入れようと思えば可能ってわけか。それに誰かが死んで部屋が空けば、また新たな入居者を入れられる。その度にどんどん入居費が入ってくるってわけか。うわ、えげつねえ商売してんな。え？命で命を金に変えてるぞこいつ。こいつら知ってんの？ん？こいつらは警備会社のやつらだけど、店長の知り合いですか？ブリーチジャパンか。え？こいつら全員うちのケツ持ちだった連中だぞ。え？だった？清流会ってこと？ケツ持ち？ってことは清流会の組員か。うん。清流会の二次団体の竜と睦巳会って組織の連中だ。
しょっちゅううちに来ては女の子にちょっかい出すんでよく覚えてる。でも4年ぐらい前に別のしのぎで忙しくなるって言って、他の二次団体にケツ文字が変わったんだ。なるほどね、別のしのぎがこれか、この施設か。だが現役のヤクザがフロント企業として警備会社を運営することはあっても、自ら現場に立つなんて聞いたことねえぞ。いや、日だまりの城そのもの全てが清流会のしのぎだったら、だとすりゃ施設ぐるみの不正受給もやりかねないか。おい、でもよ、あの中で不正受給が行われているとしたら、菜の葉の父ちゃんはとっくに殺されてんじゃねえか。いや、いや、菜の葉の親父さんはまだ生きてる。なんでわかる？なんで？喫茶店で菜の葉さんが200万払った時の会話を思い出してくれ。スマホで盗聴した時の会話か？ああ、あの時菜の葉さんから受け取っ金を受け取った男はこう言った。残り300万。もしも10日後に結婚します。聞き取れたのは残り300万という金額。そして10日後に何かが結婚されるということだ。これがあれか、あのさっきのおばあちゃんみたいなことをやられるってこと？でももうそれも、もう完全に脅しだよね、やってること。結婚ってそうか。残り300万を支払わなければ10日後に父親の殺害を決行する。え、それ娘の前で言うのやばくない？もう警察もんだよ、普通に。ってことか。殺されたくなければ金を払え、という脅迫だろうな。そうか。つまり親父さんを人質に取られてる状況ってことか。でもこれはさすがに警察に行ってそうよね。どうかな、ヤクザの経営する施設だ。すでに裏では繋がってる可能性もある。払わなきゃ親父さんを殺す。もし殺したとしても警察と繋がってりゃお咎めなし。さらに不正受給した金まで根こそぎいただくつもりだろうな。ひでえな。くそひどすぎる。おいおい、ちょっと待てよ。あの会話を聞いた日から今日で何日目だ。そうか、え、今日ってことは、足立さんの推理が正しいなら、親父さんが殺されるのは明日。300万、とても今の菜の葉にそう簡単に用意できる金じゃない。俺だってあれば貸してやりたいが、そんなまとまった金今は。いや、金を払ったとしてもヤクザが経営する施設だ。必ず無事に帰るかわからない。こうなったら俺たちが何が何でも助け出すしかねえ。そうだ、親父さんはエクセレントルームに監禁されてるはずだ。やってやるぜ。すまないな、雇っては早々こんな危ない橋渡らせて。でも頼む、あんたしかもう望みがないんだ。頼む。じゃあ仕事が終わったら大入り袋用意してくれよ。わかった。おう、わかった。なんだ大入り袋って、大金が手に入るのか。昔からソープランドにある風習だよ。お客さんがたくさん入った日に配られるんだ。大入りが出た日は女の子もボーイもみんな幸せそうな顔で帰っていくんだ。なるほど、ボーナスみたいなもんか。でいくら入ってんだ。まあ相場は3000円ぐらいかな。300万じゃなくて3000円。それポチで命かけんのか。アンパンに詰めた大入り袋用意しておくから、絶対に生きて帰るんだぞ。3000円でパンパンか。最高ぜ、施設へ。やれやれ、明日は忙しくなりそうだし帰って寝るか。なあ、ちょっと一軒寄ってかねえか。めっちゃ眩しいの後ろ。どこへ。俺の馴染みの店がスナック街にあるんだ。カラオケも歌えるし酒も飲める。明日は忙しくなりそうだし、その前に一杯ぐらい引っ掛けて気晴らしていこうぜ。酒代は？馴染みの店だって言っただろ。事情を話せばきっとツケで許してくれるさ。な、いいだろ、一杯だけ。しょうがねえな、深酒はしないでくれよ。わかってるって。行こうか、馴染みの店。スナック街にある足立さん馴染みのカラオケバーに向かおう。
カラオケ歌うんかな。カラオケもやってもいいけど。ん？ん？無知から棒まで何でも揃う。大人な武器、あ？大人な武器屋。ラブマジックでーす。無知から棒までか。武器になるものがあるかもしれねえ。時間があるときに後で覗いてみるか。明らかになんか違うよね。アダルトショップじゃん。ちょ、行ってみる。いかがわしいもの買っていこうぜ。施設で使ってやろう。今、金属バットしかないからな。こんにちは。いらっしゃいませ。女性か、店員さん。意外だね。靴べら。なんか、意外と普通のものしか売ってない。巨大マッサージ機。商店19号。アダルティ定規。通販の用途あるぞ。用途あるぞ。1万500円か。高えな。ありがとうございました。よし。というわけで、では、スナック街行きましょう。あ、というわけで、やってまいりました。ここだね。なんか、俺ここ知ってるぞ。サバイバーでしょ。なんか、ロストジャッジメントの時、来たことある気がする。足立さんの行きつけの店ってのは、ここか？ええ。行こう。来たことある気がすんな。サバイバー。なんだ、おめえか。どうも。愛想ねえな。そんなんだからいつもカンコドリが鳴いてんだよ。趣味でやってんだ。客なんて来ないくらいがちょうどいい。よく言うぜ。足立さん、いらっしゃい。よ、いろはちゃん。いろはちゃん。その人たちは？ええ、俺の連れだ。春日に難波。どうも。どうも。足立さんが誰かを連れてここに来るなんて珍しいね。っていうか、初めてじゃない？まあそう言われてみりゃそうかもな。警察時代友達いなかったんだ。よっぽど気に入ってんだね、その人たちが。ちげえよ、こんなむさ苦しい連中気に入るわけねえだろうが。照れちゃって、かわいい足立さん。たく調子座らせてくれ。そんなことよりマスター、一つ頼みがあってよ。どうせつけで飲ませてくれとか言うんだろう。そうです。よくわかってるじゃねえか。頼むよ。こちらにもこれから先ここに金落とさせるようにするからさ。な。まったく。本当に元刑事かよ。しょうがねえな。いや、めちゃめちゃ貸し上げさんに似てんだよなこの人。サンキューマスター。よっしゃ、飲もうぜお前ら。お、カラオケバーが、春日たちのたまり場になりました。あまり場。ナンバー寝るな。ナンバーのやつ、この程度の酒でもう寝ちまうなんてよ。疲れてんだよな。疲れてんだろ。仕方ねえさ。今日はいろいろあったからな。明日は今日以上に忙しくなりそうだがな。ただなんだかお前らと一緒ならうまくやれる気がしてんだよ俺。おう、へえ、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。足立さん、もう酔ってんのか。もう前面だしな。これ式の酒じゃまだ酔わねえよ。足立さんは酔ってんのよ。久々に芽生えた熱い友情にね。いろはちゃん、いろはちゃん、何言ってんだよ。たくん、茶化すなよな。足立さん、俺らのこと気に入ってくれてんのか。嬉しいもんだな。よかったぜ。ナンバー大丈夫か。なんかハートマークあるけど。でもマスターと話してみるか。あ、そうだ、春日。腹減ってないか。え、食わせてくれんの？え？ああ、まあ。確かにちょっと小腹が。じゃあこれやるよ。あり合わせランチボックス。あざす。お、うまそう。いいんすか？もらっちゃって。あ、まかないで作ったんだが、ちょっと作りすぎちまったからよ。気にせず食ってくれ。マスターのお弁当おいしいよ。顔に似合わず器用なんだよね。花束とかも作れちゃうんだよ。
一言おいぜたく。あ、材料持ってきたらまた何か作ってやるよ。そりゃありがたいや。でも食材か、どこで調達すっかな。それならバーの外にあるプランター使っていいよ。どうせ誰も使ってないし、日当たりいいからきっといろいろ育つと思うよ。まあ私が栽培しようとして三日坊主になっちゃっただけなんだけどね。へへへ。うん、そういうことか。あ、育てようと思ってたトマトの種あげる。美味しいトマトができたらちょうだい。トマト、私トマト大嫌いです。ちゃっかりしてんな。じゃあ一丁育ててみっか。植物栽培。へえ、植物も栽培できんのか。なんか RPG っぽいね、やっぱり。で、いろはちゃんは？そういえば、ちゃんと自己紹介してなかったね。あ、はいはい。私は柳いろは。この店のお手伝いをしてるの。改めてよろしくね。いろはちゃんか。春日一番だ。よろしくね。手伝いって、接客か？そう。私の仕事は二つ。一つは、飲食のオーダーを取ること。だから飲み食いしたいときは私に声かけてね。おーい。そしてもう一つはお客さんと話すこと。私実は少し前に他の店でホステスやってて、聞き上手のいろはって有名だったの。だから私に何でも話してね。あ、ああ、でも話すって言っても何を話せばいいんだ。キャバクラか。俺そういう店あんま行かねえから疎くてよ。何でもいいのよ。例えば足立さんとこんなくだらない話をしたよとかね。そんなんでいいのか。もちろん。春日さんが友達とどんな話をしてるのか私すっごい興味あるもん。だから遠慮なくいろいろ話しかけてね。話上手だ。いろはに話しかけることですでに聞いたパーティーチャットをもう一度聞くことができます。いいを背負うということ。なんかいっぱいあるんだな。パーティーチャットめっちゃあるんだな。よし、まあいいとして、めちゃめちゃ気になるな。ここも気になるな。これは CD か。持ってないな。このハートマーク気になるな。やってみよう。お、お、春日もう少し一緒に飲むか。うん。おい、もう今日はつけちゃ飲ませねえぞ。え、なんだよケチくせえな。足立さんと飲む。仲間と一緒に食事をしたり戦ったりすることで絆ゲージが上昇。へえ、絆ドラマという物語が発生するの。仲間たちの悩みを聞いて解決に導くことでさらに絆を深めることができますと。絆が深まり絆レベルが上がると仲間の転職できるジョブや使える技が増えたりする。へえ。よ、足立さん、何飲んでるんだ。そいつは聞くんじゃねえよ。ん？俺酔い？裸一貫。足立さん、それカップ酒？し、声がでけえよ。マスターに聞こえるだろう。勝手に持ち込んで飲んでるのか？ああ、コンビニで買ったやつだよ。何してんだよ。こんな洒落たバーで酔うまで飲んだら高くつくだろう。お前だって財布が寂しけりゃ同じことするさ。外で飲んでこいよ先に。俺なら自分で酒を作る。俺なら堂々と持ち込む。俺なら借金してでも酒を飲む。頼むか。作っちゃうか。いや、俺なら酒を作るな。作る？ああ、ぶどうからワイン、米から日本酒、麦からは焼酎さ。自分で作りゃタダじゃねえか。タダではないけど。いいアイデアだが、それは犯罪だ。犯罪なの？それにブドウや米を買う金がありゃ普通に店の酒を注文してるよ。そりゃそうか。よし、今日は足立さんに一杯ご馳走するよ。サンキュー。陽気上がった。これが絆ドラマか。定年直前で警察を懲戒免職なんてたまらないな。なに、警視総監の堀の内に立てついてクビになるなら本望だよ。あいつに目をつぶって警察を続けるよりずっとな。確か足立さんと堀の内の因縁が生まれたのは20年前の事件だったな。ああ、老夫婦が殺された強盗殺人事件だ。
俺たち捜査本部は近所に住む久住って男を逮捕した。久住には空き巣の前科があったし、アリバイもあやふやだったからな。だけど久住はシロだった。ああ、きっかけは久住の息子だった。息子？息子？この話聞いてないな。久住には妻子がいてな、一人息子の高志は当時5歳。その高志が犯行時刻にお父さんと散歩に行っていたって証言したんだ。お？だが親族ってのは容疑者に有利な証言、つまり嘘を言う可能性がある。だから捜査本部は高志の証言を無視することで一致したんだ。なるほどね。俺もその決断に反対はしなかったが、どうしても高志の証言が気になってな。久住の逮捕後も俺は単独で聞き込みを続けたんだ。するとタバコ屋の主人が犯行時刻に散歩する久住と高志を見ていた。高志の証言は正しかったんだよ。裏取ったわけじゃん。すぐに捜査本部にそのことを伝え、久住の釈放を要請したが、堀之内がそれを握りつぶした。いや、堀之内いつか顔出してほしいな。堀之内は当時の神奈川県警のトップだったな。ああ、出てくると思うけどな。警視庁への栄転が内定していた堀之内にとって、誤認逮捕という失態はあってはならないことだ。だから堀之内は冤罪と分かっていながら久住を無所送りにした。結果久住は獄中で自殺だ。堀之内は他人の命まで犠牲にしてキャリアを掴んだってわけか。まあ他人だから関係ねえとか思ってんだろ。執着する気もわかるな。だけど久住の命を奪った原因の半分は俺にある。高志の証言を俺がすぐに信じていれば誤認逮捕を止められたはずだ。いやでもまあ親族の話だからね。一人の責任じゃないさ。捜査本部の全員で決めたことなんだ。だが高志の事情聴取をしたのはこの俺だ。今でもあの子の顔が頭から離れねえ。足立さんはその後久住の冤罪をマスコミにリークしようとしたんだろう。高志今どうしてんのかな。それってもしかして高志君への罪滅ぼしって思いもあるんじゃないのか。春日のくせに察しがいいな。春日のくせに。確かにそういう思いもあったさ。だが結果はリークも失敗して俺は免許センターを送り、何一つなせないままこの手たらくだ。退職金ももらえないしな。足立さん、すまねえな、暗い話になっちまって。気にすんなって。バカ話をするだけが仲間じゃないだろ。お、いいこと言うじゃん。いいこと言うじゃねえか、春日のくせに。春日のくせにってのは余計だろ。まあ、そうだけどね、お前みたいな仲間が警察時代にいたら俺の人生も変わってたのかもな。俺みたいな警察官がいたら日本は終わりだよ。確かに。それもそうか。そこで同意するか。まあもう一杯飲もうぜ、お前のおごりでな。足立さん、仕方ねえな、もう。マスター、注文いいかい。いいのかい。足立さんの方が金持ってそうだけど、さすがに。お、絆上がった。やっぱ足立さん警察時代友達いなかったんだな。帰る？さて、そろそろ帰るか。ナンバー背負っていかないといけないな。もう帰っちゃうの？悪いな、いろはちゃん。俺たち明日いろいろ忙しいんだよ。おい、ナンバ、いつまで寝てんだよ。帰るぞ。でも本当にこの店気に入りました。また使わせてもらいます。おう、どうせろくに客も来ねえ店だ。遠慮せず来てくれ。いやいや、それはそれは困るんじゃない。あいつをよろしくな。ね？お？あいつがあんなに楽しそうに男と飲んでるのを見たのは本当に久しぶりだ。よほどおめえらのことを気に入ってるんじゃねえか。そうなのかな。ああ、俺が言うんだから間違いねえ。あいつはろくでなしだが悪いやつじゃねえ。まあわかるわかる。これからも仲良くしてやってくれ。マスターもいい人ってわかる。もちろん。おい春日、何話してんだ、行くぞ。オッケー。すまんすまん。じゃあマスターまた。俺マスター毎度あり。元警官とかそういうパターンかな。柏木さんの生まれ変わりみたいなマスターだけど。
あ、朝なってる。朝です。さて、じゃあ向かうとしようぜ。日だまりの城へ向かおう。よし、行こう。宴会トークだって。何これ、ちょっと気になるな。横浜にある一部の飲食店では仲間のメンバーと食事メニュー、注文メニューの組み合わせ次第で宴会トークと呼ばれる会話を見ることができますと。へぇー。絆ゲージも来たな。まあ行きましょう。